お疲れ様です。ラットです。そして、あなたですよ。あなた。そして、お邪魔します。あなたですよ。そして、お邪魔します。いや、動画撮ってるから。そして、焼き鳥でーす。はい。というわけでね、久しぶりに焼き鳥コラボやっていきたいと思います。今来たばっか。はい。というわけで、今日ね、やるデッキは、こちらなんですけど、まあ、エリポンクロスですね。エリポンクロス。はい。君、早くコラボ始まってるから。いやいや。3本台で。はい。というわけで、30秒ないけど。はい、これをやっていくんですけど、今ですねエリポンがもう来ちゃってます。エリポン時代って言ってもいいぐらいエリポン環境なんですよね。あ、そうなんですか。そうだよそうなんですよ。そのなぜかっていうと、そのなぜかっていうとというか、まあ、最近エリポン型のこのクロスも流行ってますし、あとエリポン入りのロイホグも流行ってます。まあそこしかないけど、そこしかないんですけど、そのエリポン入りのデッキが、まあ、とても強い、とても強い。で、その理由がですね、このバーバリアンが、今ね、なんていうんですかね、すごい、来てて、そのバーバリアンが来てるからこそ背後でこのエリポンも来てるっていうやつです。だってバーバリアンまず、この5体って軽く高いんですよ。だから、相手がファイボーを持ってないと、ポイズンとかライトニングとかだと絶対活躍しちゃうんですよね。処理されるけど、処理される前に活躍しちゃうんですよね。で、もしファイボー持ってても、バーバリアンに、ファイブ打っちゃうとエリポン残るし、エリポンにファイブ打っちゃうとバーバリアン無双するしみたいな感じで、まあ、バーバリアンプラス、まあ、エリポンのねこのコンビが最強ってやつです。はーい。というわけでね、今日これ、まあ、使っていきたいと思います、まあ、僕でもこれを使えちゃうんですよ、まあ、エリポン置いとくだけなんで、とりあえずまあなんだろう、まあ、テスラもあるんで、テスラとかクロスで無限に防衛して無限にエリポン貯めて、まあ、残り時間少なくなってきたらか、まあ、めちゃくちゃアド取れるんで、アド取ったら、やば、初手これ来た。ちょっと待って、ここで初手これ族来た。とりあえずアド取る。やばい、めっちゃ笑ってくる。やばい。やばい、グッドゲーム言われた。やばい。初手で君に来た。やばい。これさ、やめて。ちょっと待って。俺、初手これの戦い方知らないから。やば。出た。初手に全てをかけてやばい、もう初手で命かけてるこの人。嫌いじゃないよそのスタイル絶対嫌いでしょいやでもこういうことなんですよ。これもう初手これで来るじゃないですか。本当はね切れたい切れたいけど、もう感謝ありがとう。やばめっちゃドドドもう完封。おおエリポンこれエリポンこれ懐かしいそういうことですよ。時代ですね。はい。なんで、まあ、できるだけねエリポンいきます。エリポン置いておきまくれば、まあ多分ゴレイなんで、相手はもうこっちの方がさすがに回転早いのと、多分中型スペルがないと思うんですけどね。で、クロスか。そう、ケツゴレ来た瞬、これケツゴレ来ますんで、これケツゴレ来るんで、はい、もう分かってますね。この瞬間に攻めてあげます。でもこれ無視しますね、さすがに。ランバークでね。おら、はい、来た。これでしかもこのバーバリアン自体がカウンターに繋がってくれるんですよ。確かにで、このゴレは、あ、テスラずれた、ごめんなさい。下手で、このクラスはいいかな、もう捨て活躍したんで。で、これはしっかりアイゴレで釣る。よいしょ。いやー、うまいですね、ラット選手。よいしょ、調子乗った。まあまあまあ、これはしっかりターゲットって、雪玉もあるんでね。いや、でも雪玉避けたくないけど。いや、最中最中。で、エリポン来ます。まあ、これの繰り返しですね。で、あと210なんで、雪玉4回で終わるんで、多分4回。そっか、それ中型スクレないんか。ないの、うん、雪玉削りってなかなかカオスだけどね。まあ、これで引きこもります。やべ引きこもり、やば、防衛の構え。え、それライトニングで一掃みたいな。いや、ないないから、さすがにないから。一掃されたらどうも。しかもこれ逆サイにね、ロリババとかで振ることによっても相手は苦しい、俺の方が苦しいみたいなとこで。やば、あ、なるほどね。あ、まあまあそれぐらいは許容まである。ほら、もう何がどうなってんかわかんないんだよな。しまいごれ。しまいごれもテスラで大丈夫。で、アイゴレでしっかり逆サイ釣ります。わあ。はーい。やらしい。これでもう余裕ですね。余裕で守れちゃう。うん、これ雪玉で飛ばして、ほら。このベビードラがちょっと厄介だな。で、まあ、ここで、まあ、どうするか。エリポン来ます。で、このエリポンが大事ですね。とりあえず困ったらエリポンいとけばいいで、今、そう。相手はクロス警戒のゴレなんで、一回また防衛して、雪玉打ちたい、雪玉打ちたい。これ雪玉打てたら勝ちなんで、よいしょ。
で、まあ、バーバリアンが無双ですね。あえて5ないんで、もう、マジで無双してますね。やばいな。やばいよな。もう、バーバリアンゲームしてる。確かに今、5型のなんか、デッキとかも少ないもんね。そう、ポイズンがめっちゃ流行ってるんですよ。だから、スケラがマジできつくて、そう、僕は辛いんですけど、この、バーバリアンが強すぎゲーミングしてる。これでクロスで今攻めちゃうと、このゴレでね、ちょっとやられちゃうんで、無限にヘリポン来ます。無限にヘリポン。本当に無限にエリポン。ではそのデッキ明日紹介しよう。やめて。いやこれででもマジで強いよこれ。なんか俺でも使えるっていうのが強い。まあエリポン置いてるだけだからね。まあラッターな。俺にクロスで勝ったからな。そうね。ごめんごめん。俺の方がクロス上手いっていうのは結構ガチだから、でここで攻めます。このユニットが溜まってカウンターの形がなんか勝手にできちゃうんですよね。でゴレ来てもこれ溶かします。お出た。これ溶かします。ここでもうバーバリアン置けたら最強なんですけど、ちょっと間に合わないんでアイゴレで蓋して、中型スペルがないからもう、うらスケモうらうら、はいはい、生き生きしてる。もう終わった。これやばいよね。やばい。とりあえずエリポン置くゲームです。はい。なんでまあ基本的になんか前半でクロスで攻めれるなっていうタイミングがあるかもしんないんですけど、まあできるだけエリポン貯めた方がいいですね。できるだけエリポン貯めれば貯めるほどもう後々すごい楽になってくるんで、まあ、初めのもう2分間ぐらいはエリポンに専念するのがすごい大事ですね。なんで、まあ、クロスとか本当に使ったことない人でも余裕です。もう防衛クロスっていうか置いて、もう防衛だけできればいいんで、しっかりマスケ置いて、しっかりアイゴレで蓋してバーバリアンしとけば、それだけで防衛できるんでね。防衛できてしまえばまたエリポン置く。これを繰り返していけば、まあ負けないですね。まあ初っ端のエリポン置いた瞬間に、まあジャイプリディガーとか来ちゃうと、まあ話は別なんですけど、初めのね、エリポン置いた瞬間さえ守れればもう勝ちですね。というわけで、さっきから5番目にエリポンが来てくれるっていう、この神。よし。で、ここはどうしようかな。アイゴレかロリババ、まあ、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいです。まあ、これはアイゴレ、残すと裂いて、まあ、相手が枯渇の可能性あるんでね。ここはマスケ展開。一回、防衛から、ホグかな。懐かしの。ミニペープリンセスホグロケットかライトニングみたいなのがそう、あった。おぉ。いや、わかんない。これは知らない。これごめん。けど、これはね、美味しい。なんか俺が好きそうなデッキやん。やば。このバルキリー、これはもう美味しいですね。アド。これアドです。ここでクロスで攻めたくなるんですよ。攻めたくなるんですけど、攻めても1個落とせるかもしれないんですけど、攻めません。なぜなら、アドが全てなんで。よし。アドが全てです。ここはまあ雪玉で。ぴょい。いや、雪玉がめちゃくちゃ強いんですよね、今。なんか万能すぎてやばい。初手に避けるし。はい、というわけで引きこもりまーす。で防衛クロスしたいけどな、なんかスペル垂れて一気にエリポンと持ってくるの嫌っすね。嫌ですね。とりあえず、おお、なるほど、めっちゃなんか攻めてくるっすね。あ、ごめん、下手すぎた俺。いや、いいや。まあいいですね。これはなぜこんな無視したかっていうと、エリポンがあるんで。すべてエリポンじゃない。いや、マジでこのダメージね。うわー、このダメージ痛いと思うんすけど、しょうがない。エリポン置けばいいですから。エリポン置けばマジですべて解決なんですよ。で、今ので分かった通り、多分相手は中型スペルがない。ないんで、エリポン置きます。で、クロスは下に置いても大丈夫ですね。テスラで釣れるんで、ゴレとかジャイは。で、バーバリアンだけ構えておいて、相手のディガーですね。このディガー多分来るんで、先に読み出しの、あ、今度かい。今度かい。逆に困る。で、これクロスで処理できるんですけど、プリンセス。暇になっちゃうんで回します。これ、あれでいく外するやん。で、エリポン来ます。いや、もうね、これ。いや、マジ楽っすよ。だって、エリポンとクロス置いとけばいいんで、はい。ちょっと、で、これはいいか。もう一回クロス置きます。やばい。気持ち焦るみたいなのがない。いや、死にかけクロスが優秀すぎた。やばい。これやばいんですよ。で、これ、あは、俺のエリポン、お前。これ。まあまあまあ。もう一回あるんで。いや、まあ、でも、これでいいんですよね。これ、本当にこれ、え？みたいな。何もうまいことないや、みたいな。その通りです。うまいとかいらないんですよ。置くだけ。よし。なるほど。で、これは、エリポン守ります、僕。あはー、そっち来た。これ俺、ちょっとプリンちゃん、ちょっと厄介なんでね。で、これクロスが全部やってくれるんで。で、またエリポン来ます。作業作業で、これ残り、
勝つなら甘えたらダメなんですよ。残り1分まで引きこもります。もうエリポン置けば置くほど最後勝てるんで、一発で決めていっちゃう。そう、一発で持っていく。そのためには我慢。めっちゃいい位置だな、相手のリガ。え、相手のリガプロすぎ。やばいよな。やばい、今のはうめえ。やばいよな。いやプロいな。いや、攻めない。甘いね。残り1分まで聞いてない人の話。この甘えたらダメなんですよ。今攻めたらダメージ入るかもしれないんですよ。入るのは入るんだけど、そのあれなんですね、入るだけっていう、別に落とすまでいけないんですよね。だからしっかり引きこもります。いや、素晴らしい引きこもり方が。で、またリボンきます。いやー、疲れた。同じことするの。もう一回同じこと無限にします。で、またバーバリア出したら、あー、これはね、アイゴレないからこれするしかない。で、これはノックバックで、アイゴレでコウモリは処理 OK、 完璧で、この防衛クロスも残るっていうね。はい、行きますか。もう行っちゃう。ついにもう何回も見てるからね。やばいこれ。俺もさ、そろそろ思ってくるんでね、いつ攻めたらいいんだろう。逆にアドが止まりすぎて困ってくるっていう。ちょっと困ってきた。あ、やばくない、やばくない、ポンプが。いや、俺の命。いや、もうここで行っちゃおう。行っちゃう。ポンプちょっとなくなったわ。もっと攻めるタイミングがあったんですね。いいので、あ、通ってるし。で、ここでバラキリー来るんで、あ、いいや、まあ何でもいいや。マスケが残ってるのがでかい。マスケあったらね。はーい、で、はいはいはい、もうテスラ置いとけば、ここでガゴ、あ、終わったわ。うわ、素晴らしい。エリポン環境、マジでエリポン環境、エリポンプラスババリアン入れとけばなんとかなるっていう。じゃあ高回転エリポンデッキありだと思う。うん、ロケットすればいいやん。バーバリアン、これロケットでいいやん、このクロスマーク。つい最近紹介したばっかだ。マジでやばいわ。それはやばい、マジで。俺は真似したくない。参照してよ、その人。チャリ4勝から7勝。覚醒層1人だけやろ。はい、というわけでね、今日はちょっと2戦しかしてないんだけど、まあ、エリポンクロス、ちょっと1試合が長くなっちゃうんで、うん、本当に。まあでもエリポン行って、しっかりね、バーバリアンとマスケで、まあ生き玉とかで守っとけば、はい、まあなんとかなるんで。そうなんですか。なんとかなるんで、はい。とりあえず、エリポンです。すべてはエリポンです。なんで、まあクロス出したくても、我慢してエリポンを置いていけば、まあ最後はね、気づいたら多分落ちてるんで。それなんか弱いデッキとかあんの？だからエリポン置いた瞬間だよね。多分それさえ守れたって、もう本当にマジで万能すぎる。あ、まあ確かにアドさえ取っちゃえばどんなデッキでも勝てるみたいな。そうなんよね。なんか説はあるか。ワンチャン端前からジャイプリとか来るやん、エリポン置いた瞬間に。でも、うん、テスラ置いてアイゴレでその逆サイ釣ったりとかしたら、もうそれだけで余裕ないよね。確かに。そう、しかもジャイプリ来たら、もしバーバリアン間に合ったら、てかエリポン行ってバーバリアン出しても、普通に相手ファイブなかったら、だからジャイメガゴとか、うん、ジャイプリ、そう、ジャイプリしたらコスないな。もうバーバリアンで守れちゃうっていう。完璧だな。そうなんですよね。なんか完成度が高いデッキなんですよね。なんでね、こちら、まあ、よければ皆さんね、使ってみてください。というわけで、まあ、こんな感じで終わります。というわけで、はい、コラボ一応コラボなんですけど。コラボなんかな。ちょっとこれちょっと12時まで上げないといけないんで。今日は上がんのかい。はい、こんな感じで終わりたいと思います。一応概要欄にエケトリ貼っときます。お疲れ様でした。